こんにちは。夕方5時13分を回りました。ラジカルビデオジョッキー3時間の生放送でお届けしております。今日の VJ の宮崎梨央です。よろしくお願いします。さあ、このコーナーでは素敵なゲストの皆さんが来てくれています。ジュースジュースの皆さんです。よろしくお願いします。せーの、ジュースジュースです。リーダーの宮崎優香です。上村あかりです。柳川奈美です。よろしくお願いします。さあ、ということでジュースジュースから3人来てくれたんですけれども、はい、ゆかちゃんとかりちゃんは、はい、私ここで一緒にやったことがあるんですよ。あります。私がインタビューみたいな、はい、したことがあって。何年前？5年。そんなに？なんか私ジュースジュースになって割とすぐだった気がするんですよ、うん、5年前よ。多分4年とかかな。そんなに前なんだ。多分恐ろしや。今日はやなみも初めて、はい、初登場で、すごい緊張してるんですけど、頑張ります。お願いします、はい、今ちょうどね、ここビジョンここに映ってるんですけど、はい、今ちょうどあの道頓堀わかります？はい、振り子があるところ、もちろんそこに映ってます今。へー、すごい。リアルタイムでそこにいる皆さんとこうね一緒に映れてるんですけど、ぜひぜひ皆さんもよかったらあのたくさんツイートとかもしていただければ嬉しいです。こちらですね、ハッシュタグつけてツイートよろしくお願いします。あかりちゃん大阪出身やから、はい、もう庭でしょ。もうお庭です。私の庭です。プロプロ庭でしかない。庭でしかない。よく行きます。もうよく行きます。本当に。2人は大阪にこうプライベートとかで来たりとかは？あの、私石川県出身なので、うん、大阪は近かったので、うん、よく家族と来てました。そうなんだ。はい、私ないんですよ実は。あ、でもこう行ってみたくて、それこそ上村さんとか宮崎さんにこう案内していただけたら嬉しいですね。する串カツ屋さんなんかね、はい、そうやね、一緒に行きたいですね、メンバーと。ライブとかではね、はい、あるから、はい、ね、ぜひプライベートでもじゃあみんなで行きましょう。行きましょう、はい、行きたいです。いいね、な、今日ねこう来ていただいたのにも、まあ、理由がございまして、はい、4月18日にトリプル A 面シングル、はい、セクシーセクシー泣いていいよビビッドミートナイトをリリースされます。はい、はい、はい。どんな曲になってますか？はい、まずセクシーセクシーはですね、うん、本当にタイトルの通りセクシーな一曲になっているんですけれども、うん、はい、今回はつんくさんに作詞作曲をしていただきました、うん、こうウィスパーボイスで歌ったりだとか、あとは私柳川真奈が上村あかりさんにあご食いをこういう風にしているシーンとかもありますので、そこに注目していただけたらなと思います。はい、それではここで曲聴いていただきましょう。曲紹介お願いします。ジュースジュースでセクシーセクシー。セクシーセクシーのミュージックビデオをご覧いただきましたけど、ありがとうございます。大人っぽい。はい、そうなんです。もうタイトル通り、うん、もうとにかくセクシーにみたいな感じで、ね、なのでミュージックビデオのその背景とかそういうのも特に何も、うん、あのセットを組んだりとかせず、うん、私たちだけって感じだったので、うん、結構プレッシャーもあったんですけど、かっこよく。この曲結構やなみメインで歌ってるじゃないですか、うん、もう私的には衝撃で、こんなやなみ見せていいんですかと思いました。でもあんまりセクシーなイメージとかも皆さん持たれてる方も少ないと思うので、今後この曲に自分が追いついていけるように頑張りたいなと思います。でも十分出てるセクシーさが。本当ですか？嘘、嬉しいです。ありがとうございます。かわいい。私はもう今日ね、あの一緒にラジオの収録もしてきたから、はい、もう終わってからもずっと可愛かった可愛かった。そうなんですよ。メロメロで今日一日お送りしてるんですけど、はい、あとの2曲も全然違った感じの、はい、ミュージックビデオも全然違って、はい、いいのでぜひ皆さんチェックよろしくお願いします。お願いします。こうミュージックビデオはじゃあこう3種類あって、こう一気に撮ったの？別の日になんですけど、でも割と短い期間でポンポンポンって撮ったので、うん、なんかそのなんか気持ち的な違いとかはあるんですか？こう3つともなんか全然テイストが違うから、うん、あ、でもこれに関してはビビッドミッドナイトのセットがすごくて、なんか朝おはようございますってスタッフさんに言った瞬間にもうなんかカラフルな世界観が出来上がってて、はい、私たちもすごい嬉しかったし、うん、素敵だなって思ったので、ね、ぜひご覧ください。ぜひぜひ皆さんチェックしてください、はい、来週ですね、4月18日に発売になります、はい、ぜひ皆さんチェックしてください。そしてライブ、そしてイベントもあるんですよね。はい、はい、そうなんです。今日この後、うん、本日
19時15分から水曜日グランフロント大阪にて、当館で握手会を行わせていただきます、はい、こちらトークは観覧無料ですので、はい、ぜひぜひ無料ですので、はい、お気軽にお越しください、はいはい、そしてですね、明日もイベントがあります、はい、明日はですね、神戸ハーバーランドスペースシアターにてミニライブ&握手会をさせていただくんですけれども、はい、こちらミニライブなんと観覧無料となっておりますので、はい、皆さんぜひお気軽に足を運んでいただけたらなと思います。はい、そしてジュースジュースライブギア2018ゴアヘッドスペシャルというライブがですね、はい、5月6日土曜日 NHK 大阪ホールにて行われます。はい、私の地元っていうのもありますけど、大阪のそこにいる皆さんもぜひ来てほしいなと思いますし、はい、もうもちろん大阪じゃないよって方にも来てもらって、うん、ジュースジュースの魅力を知ってもらえる機会になってると思うので、はい、ぜひぜひ来てもらえたら嬉しいと思います。いや、ちょうど今日この後にね、はい、あるからね、イベントが、はい、HMV グランフロート大阪にぜひぜひ皆さん足を運んでください。お願いします。待ってます。15分からですね。はい、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。まあ、ツアーといいますか、こうライブも私もすごい勝手に楽しみにしてるんですけど、ジュースジュースさんって本当に歌が素敵なんですよ。いや本当になので、あのこう普段の可愛いみんなももちろんなんですけど、そういうライブの部分も皆さんには本当に見てほしい。いや、そう、嬉しい。本当にあのただの、はい、あのハロータ代表としていますけど、本当にぜひぜひ皆さんチェックよろしくお願いします。お願いします。ありがとう。詳しくはね、ジュースジュースでこう検索していただいたらね、たくさん情報出てきますので、よろしくお願いします。大丈夫ですか？はい、お願いします。逆やったけど、そうですよね。どっちだ、こうだこうだ、逆かな。あ、もうジュースジュースごめんね。みんなよ、そろそろ。はい、はい、ということで、まあ、この後ね、先から言ってたんですけど、動物タワーバトルっていうね、アプリで、はい、アプリのゲームでも皆さんと一緒に楽しめたらいいなと思ってますので、はい、ぜひぜひ事前にこうインストールしていただいてたら、こうスムーズに遊べますので、はい、ぜひぜひ皆さんチェックよろしくお願いします。お願いします。なんか大阪来てまだこんな満喫とかはしてない。そうですね。そうですよね。なので、うん、なんかたこ焼き食べたいなってずっと。いや、たこ焼き食べたいね。せっかくだから。スタッフさん用意してあげてください。たこ焼きね。はい、はい、ちょっとだから明日もあるし、お泊まりだもんね今日ね。はい、いいね、満喫してください。ぜひぜひ皆さんも引き続きね、こちらのハッシュタグシャープ RVJJP、 そしてハッシュタグジュースジュースもですね、つけてぜひぜひ皆さんチェックよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ジュースジュース公式のやつアンダーハイフン入ってたかな、入ってなかったでしたか、入ってないかな、入ってないかな、ジュースジュースこのままか、はい、ぜひぜひ皆さんチェックよろしくお願いします。お願いします。あのいい感じの写真をね、こうアップしていただいて、あ、はい、そうそう、いい感じのやつ、ほら可愛い写真を撮ってね、あの半目になってないやつを可愛くあげてもらえたらなと。そうそう、皆さんそうやって言ったらすぐあげちゃうから。ぜひぜひこの後もお付き合いよろしくお願いします。よろしくお願いします。この後5時31分からまだまだ登場します。